2009ワールドベースボールクラシック。2009ワールドベースボールクラシックは野球の世界一決定戦ワールドベースボールクラシックの第2回大会で2009年3月5日から3月23日の間に開催された。この大会では日本代表が決勝戦で今大会5度目の対決となった韓国を延長戦の末に破り2大会連続2回目の優勝を決めた。 WBC 運営委員会が2008年3月24日に第1ラウンドの開催時日程を発表。日本、メキシコ、カナダ、プエルトリコで開催。前回の2006年大会に続いて北米を中心とした共同開催となった。7月31日に第2ラウンド以降の開催時日程を発表。すべてアメリカ合衆国で開催。今回の第ラウンドは サンディエゴとマイアミで行い、初めてアメリカ東海岸でも試合を開催することになった。準決勝、決勝はロサンゼルスのドジャースタジアムで開催。出場国は前回大会と同じ16カ国、地域。2007年に前回大会のベスト8に対して出場資格を与えることが決まった。2008年2月19日に残りの出場8カ国、地域を決定し、 1> 第1回大会と同じ顔ぶれで、出場国のすべてが2大会連続2回目となる。参加16カ国、地域を各グループ4カ国、地域の4グループに分け、それぞれ3月5日から12日まで、ダブルイリミネーション方式トーナメント戦を行い、上位2カ国が第2ラウンドへ進出する。A 組と B 組、C 組と D 組のそれぞれ上位2カ国、 地域が同じ組となり、アメリカカリフォルニア州サンディエゴのペトコパークと、フロリダ州マイアミのドルフィンスタジアムで3月14から3月19日までの6日間に、ダブルイルミネーション方式トーナメント戦を行う。上位2カ国、地域が準決勝進出。個人表彰された以下の選手は、報道などの場においては2009年 WBC、ベストナインと称される。 2006年大会からの主な変更点は次の通り、第2回大会は観客数や視聴者数などで第1回大会を上回る結果を見せた。総観客動員は前回の73万7112人から80万1408人へ約6万人の増加を見せ、決勝は大会史上最多の5万4846人の観客を集めた。 一試合平均の視聴者数も前回から14%増の161万6000人となった。不況の煽りを受けて不安が挙げられていたスポンサーも26から56に増した。前進を見せた今大会であったが、集客力のある試合とそうでない試合の落差が大きいことが課題として残った。カナダで行われたトロントラウンドでは、カナダ対アメリカの試合には4万人を超す監修が、 詰めかけた。しかし、その他の試合では、約1万人程度の監修であった。また、バスケット全米大学選手権やそもそもの国際大会への無関心の響きで、米国内の話題を広く集められなかった状態は、第2回大会でも続いた。それでも、セリングコミッショナーは、観客数やスポンサー数の増加を受けて、今大会は大成功だった野球の魅力と、 国際的な発展を示したとコメントした。第1ラウンドと第2ラウンドにそれぞれダブルイリミネーション方式トーナメント戦を採用し、第1ラウンド上位に各国が第2ラウンドでも同じ組に入ったため、結果として同一戦が多くなってしまった。決勝戦に進出した日本と韓国は、大会中に9試合しているが、9試合中5試合は日本対韓国であったため、 日韓シリーズと揶揄された。日本と韓国を第2ラウンドでも同じ組に配置した理由として、第1回の WBC において平均観客動員数が4万人を超えた人気カードの設定などの工業的理由指摘された。結果として WBC への関心が高い日本と韓国が5試合も日韓戦を行ったことは両国を盛り上げることになったが、 多様な対戦カードが見られにくいことの問題点も残った。地上波テレビ放送では、日本戦を全試合制中継。CS 放送の J スポーツでは、全試合を完全制中継。日本戦の東京ラウンドは、テレビ朝日、サンディエゴラウンドは TBS が放送。また組み合わせに関わらず、準決勝と決勝は TBS が放送。 そのうち TBS が放送に携わったサンディエゴラウンド準決勝及び決勝の試合は日本時間では早朝もしくは午前中で行われたためサンディエゴラウンドの日本戦2度の日本対韓国以外準決勝日本対アメリカ決勝の中継については生放送に加え同日のゴールデン枠の番組を差し替えた WBC 緊急特番と題した2時間枠の ダイジェスト版が同局で放送さた。いずれも各放送局をキー局とする全国ネットでの放送となる。テレビ朝日による中継では、スマップの弾丸ファイター、TBS による中継では、ジャーニーの J スポーツによる中継では、フジファブリックのシュガーがテーマ曲として使わされた。またラジオでは、東京ラウンドの日本対中国戦は日本放送、 二試合目、三試合目は TBS ラジオが 3D5 ラウンド以降の日本代表戦は日本放送が中継。なおラジオでは JRN、JR NRN の全国ネットは行われず、制作局以外は数局のみでの放送となる。アメリカ合衆国においては ESPN と MLB ネットワークを通じ全試合が生中継で放送された。 また e s p n インターナショナルが167カ国に配信した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。